ぶひまる。なんなんこの新聞は。ちょっと多分ここの1枚だけ引きずり出していっぱい暴れたんやろな。ちょっとぶひまる置いて買い物いただけやのに。でやっぱり絶対自分の陣地に持っていく。なんかあったかいんかな。いやあったかいって言ってもそんなにかかってへんだよ。ぶひまる何のために自分のとこに寄せるの。ちょっとで、はい、本日2回目のいたずらです。あかんで、あかんで、さっきダイソーで買うてきたぶひまるのうんち袋がすべてすべて160枚すべて出てます。尻尾でパタパタ。楽しかったな。いや何もあげへんよ。ご褒美おかしいやろ。ご褒美あげへんよ。ご褒美あげません。ご褒美あげません。なんでもらえる、もらえる様子ねえやろ。ぶひまるが荒らしたから俺怒ったんすけど、ママの方に行って慰められたから寝てきました。甘技やな、もうここまで来ると、うんうん、怒られたわーってパパに怒られたわーって言って反省の色見せやんと寝てったよ。寝てったね。落ちながら寝よっと。うん、ぶひまる、なんだこれ、過去一ひどないか。なんだこれ、なんだこれは、なんだこれは。ちょっと上で仕事してただけやのに、もうティッシュなんて全部出されとるし、遊んでた新聞はもうぐちゃぐちゃ、ティッシュの箱、タオルで、パパのトーマスラムね。で倒された椅子。うわこれティッシュもうやばない、これ束で出してな。これうわこれはひどい。ウヒさん、一人にされたらなんでこんな怒るのねえ。寂しかったん。パパちょっとよしよししてあげて。よしよし褒めたらあかんけど、ちょっとギュッてしてあげて。どうしたん。ギュッて、ね、怒らへんやん。怒らへん、誰も怒らへん。怒らへん。怒ってない。多分あれやな、悪いことしたっていうのは分かってるんやな。誰も怒らへんよ、ぶひまる。寂しかったんか。寂しかったんやな。よし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 。ちょっと一人にしただけやん。1時間ぐらいじゃん。いや、ごめんな。お前が悪いっていうのは。まあなんかガタガタしとるなとは思ったけど、ここまでひどいとは思わんだ。寂しかった。ぶっちゃん。ぶひまる、これなんなん、なんで帰るの。バナナとリンゴと食べやしたんやね。それじゃあ足りやんだんでしょうかな。それじゃあ足りやんだんや。足りやんだからくれって言って、どう言うて破壊した。あ、よう割れやんだなこれ。ほんまや、寒いよ。また寒かったやろ。これ開けたら寒いから。私なんか、これ言っとって帰ってきてからでもなっともなかったんで、これも置きに来たんやでさ。これでまだそんなに買ってんの。ボロボロやん。まあ直して。ぶひまる、ちょっと留守番しとっただけやん。パパ直す。ああもうこんな外したな。どれだけ外したな。重たい、これ結構重たいな。鼻怪我してないのがすごいな。今よくこんな外したな、鼻で。すげえな。間違った。すごいな。すごいな。うん、ご飯食べようか。はい。前や、怪我なかったよ。お留守番用できました。